女は旦那についた模様。死にたい。安心して死ね。イッチが独身ならセーフ。独身嫌で。慰謝料がっぽり嫌な。示談で終わらす気はないで、ちゃんと戦うんや。女も巻き込んで破滅へ落とせ。一夜で、辛いで。辛いで。女が独身と偽って付き合ったなら、イッチが慰謝料を取れる案件。この言い方だと知ってたやろな。戦っても 100% 負けるで。別れないなら、慰謝料そんなでもないやろ。気持ちきついから語ってもええか？ええぞ。年数はごまかすけど、元カノと連絡を取る。DV 受けたり、夫婦関係が破綻しとると知る。会う、いつか別れて一緒になろうと言い合う。向こうが、離婚のアクションを起こさず数ヶ月過ごす。Y のことを、本当に旦那より好きで、一緒になろうと言われてるのかわからなくなる。Y 旦那にバレるような連絡を取る、発覚。自爆やん。こういうの地雷とか魚雷と、開運やろ。いや、Y は、未婚で向こうが既婚やね。これからどうすればええんや？弁護士春。弁護士はついてる。弁護士と話して、示談金このくらいが妥当でしょう。ってのを提示したら、それじゃ納得できないと言われた。へえ。DV しかじかで、額とか減らんの？あれは別件か。まだ裁判もしてへんから、何が、なんだかわいもわからん。離婚裁判とは別もんやと思うし、それを引き合いに出しても、どうもなみんと思う気がする。裁判すんの？向こうは示談で済ましたいと言ってたが、上に書いたように示談金に満足できないと言ってたので、Y は、女の気持ちも知り、対し裁判でもええかなとは思う。発覚からのことも語ってええか？どうぞ。発覚。相手旦那から連絡来る。慰謝料で済ませたい。わかりました。弁護士に連絡します。相手女から連絡。旦那が、このまま謝罪なしで弁護士で済ますのかと言ってる。わかった、謝りに行きます。謝る、後日弁護士相談のもと慰謝料提示。慰謝料納得できず。そもそも、どう相手旦那にバラしたんや。ツイッター明かしってしも、歌からそこからやな。確かに手順ミスったせいでごたついてへん？手順ミスったせいでごたついたとは？まず謝りに行かないかんのとちゃうん？もう、旦那には、発覚したその日に謝罪しに行った。弁護士と相談して慰謝料決めたんなら、相場くらいってことなん？多分、相場の半額くらいやと思う。弁護士もそっから、ふっかけてみようって感じだったし。それやと争いになるのは道理なんちゃうか。まあ示談にしたいんやないならええんやろけど。弁護士先生がそれで行ってみって言ってたしな。ただ、その金額以上払うならわいは。女の気持ちもちゃんと知りたいから。裁判でしっかり終わらせたい。裁判したら、旦那に払う慰謝料ははっきり決まるやろうけど。女の気持ちはどこから出てくるんや。謝りに行った時に連絡しないことを、口頭で約束させられたが、口頭やし連絡して翌日会ったんや。それで、Y のことを、まだ好きと言ってくれたんや。そっから連絡なし、Y はどうすればええんや。ただの真男のくせに、妙な被害者意識持ってて腐がれる。モテへんやつって怖いな。まあ、そこまでモテへんタイプやな。そもそも、向こうの旦那がどう思ってるんや。離婚するのか、それともそのままなのか。謝りに行った時の話やと。それは、と僕の話なので、って感じらしい。逆に、そんなわけわからへん女と。付き合いたい結婚したいんか？ Y なら冷めるんやが。見た目とか性格が、すべて Y の好みやからな。さよか。バカにつける薬はないわ。それな、バカなんよな。示談金は、なんぼで提示したんや？ 30 やね。それでなんか言われたら、50って言えばいいって言われた。こういうのって離婚するかどうかとかで、金額変わるんちゃうの。離婚するかどうかは、裁判にならなって感じやと思う。離婚するかどうかは、裁判にならな？意味やからん。わいもそう思うで。
向こうの旦那が夫婦の問題だから入ってくんなってんのに、写し合ってくる真男くん、お花畑すぎてやべえな。真男だとしても関係あるんよな。ええやん、女のに原因あるんやからさ、夫婦関係ぶち壊してあげればいいじゃんいいじゃん。前から裏切りしてる人だしな。30やね、それでなんか言われたら50って言えばいい。まん、案外安いんやね。30って一桁少ないやろ。リサーチ不足なのか非正規なのか。相談しただけで離婚しないで示談ならその値段らしいで、言って50万らしい。あっても離婚したら慰謝料最低200万やって、相場はそうやろね。うちの弁護士先生の話やと100から150の間でなんとかなるとは言ってるが、50なら払って終わりでええやんけ。チャンスあるなら離婚した後やろし、多分示談なら離婚せずそのままちゃうん。強いものに巻かれるんやろ。離婚さす気もあるんか。ある、正直 DV とか受けてるならちゃんと離婚してほしいなとは思う。ただ向こうは30近いが学生やから、それができないらしいとは前言ってたが、まあ金額に納得できんって言われても、離婚しないんならこんなもんってなるだけやもんな。離婚するかしないかでだいぶ変わるし、50から100に変わるくらいならなとは思う。つか慰謝料払う側だと弁護士費用も一時払取る側なら成功報酬 20% とか広告で見かけるけど、このまま示談で終わるなら弁護士に相談しただけやから、相談料だけで終わるな。ただ裁判になったら場合は全くわからん。裁判になって向こうが弁護士雇うならそれは向こう持ちやと思う。まあ裁判する気あるんならそのまま向こうの反応待ちになるんかな。ずっとありがとう。それやね、それすらなんわからん状態やからきついんや。こんな時間か。ここですれ立てしたことないからわからんが、すれ残ってるなら弁護士と会った後にまた来たるわ。